こんにちは、たばやまです。今日も看護学生生活の難易度を下げる情報を発信します。今日は精神保健福祉法についてお伝えします。今日の動画を見れば入院形態の判断ができます。これは状況設定非常によく出ます。ですがそれの判断材料が分かって答えを導けます。もう一つ、精神保健福祉法では何が制限できて何が制限できないのか、これ非常によく問われます。ですがこれもわかります。では行きましょう。まず精神保健福祉法とはですね、精神障害がある方の福祉の増進です。もう一つ、国民の精神保険の向上、この二つです。精神保健福祉法、法律としてはですねかなりよく出ます。ですが問われる内容は主に3つです。1つ目入院形態、2つ目行動の制限、もうこの2つが約7割から8割を占めています。そして精神保健福祉センター、これも問われます。まずは入院形態から見ていきましょう。まず入院形態は5つあります。1つ目、本人が入院に同意した場合、これを任意入院と言います。本人の同意があれば任意入院です。言いづらいですね。この任意入院、病識のある疾患で多いです。例えばうつ病とか強迫性障害、パニック障害、 PTSD などです。続いて、本人が入院に同意しませんでした。しかし家族が同意しました。この場合は医療保護入院となります。家族が同意したら医療保護入院です。そんな医療保護入院は病識のない疾患で多いです。一番多いのが躁病ですね。あと統合失調症も医療保護入院で入院するパターンもあります。ただ統合失調症に関しましては任意入院も普通にありえます。続いて、自傷互いの恐れがあれば、例えばもうものすごく暴れているとか、もしくは自分で自分の腕を切ろうとするとか、そういった場合は措置入院となります。この措置入院は2人の精神保健指定の診察が必要です。精神保健指定、しかも2人です。そんな精神保健指定、どうやったらなれるのか、これは厚生労働大臣から指定される必要があるんですね。もちろん細かく言うとそれなりの臨床経験とかも必要です。措置入院で要注意なのは、薬物中毒の場合法律が違ってきます。薬物中毒の措置入院は麻薬及び向精神薬取締法です。要注意です。続いて、自傷互いの恐れが著しくあれば、これは緊急措置入院となります。この場合緊急なので1人の精神保健指定の診察で入院できます。続いて、自傷互いの恐れはないです。ただ家族等の同意が得られない場合、例えば家族が遠くに住んでいるとか、そういった場合はですね、応急入院となります。あんまり国家試験に問われないんですけども、紹介しました。ということで入院形態のまとめです。本人の同意があれば、これは任意入院です。本人の同意がなくて自傷互いの恐れがある場合、この場合は措置入院、さらに緊急を要する場合は緊急措置入院となります。違いは、精神保健指定が2人の診察必要の場合は措置入院、1人で OK なのは緊急措置入院です。続いて、自傷互いの恐れはない、そして家族の同意がある場合は医療保護入院です。家族の同意が物理的に得られないとき、例えば家族が遠くに住んでいるとか、そういった場合、その場合は応急入院となります。続いて、行動の制限、これが一番ややこしいです。行動の制限、大前提として判断ができない患者さんの保護のために行います。行動制限いろいろあるんですけども、基本医師が制限できます。ですが今から言う2つは精神保健指定の許可が必要です。1つ目は12時間以上の隔離、2つ目は身体拘束、この2つだけは精神保健指定の許可が必要です。逆に12時間を超えない隔離の場合は普通の医師でもできます。
そして隔離などをする場合はですね、必ず理由を伝えてください。そして記録にも残す必要があります。さらに患者はこの場合自傷互いの恐れがありますということで、必ず2人以上で対応します。ここからはより具体的な行動の制限についてお話します。具体的には手紙とか面会です。法律の文章ではこう書かれています。この通り。よくわからないですね。ということで、面会デー1の制限から見ていきましょう。基本的に面会とか電話の制限はできないと思っておいてください。ただし、これは非常に細かいことで国家試験にも問われたことないんですけども、患者の不利益となる人の面会の制限は医師の判断でできます。例えば、パワハラの原因となった上司とか、上司とかの制限はできます。それ以外の場合は、面会とか電話の制限は基本できません。そして、いかなる場合でも、法務関係者とか、人権関係の行政関係者の面会の制限はできません。電話も制限できません。具体的には弁護士とかですね。続いて、手紙の制限。これももちろん制限できません。受け取るのも発信するのも患者さんの自由です。ですが、開封に立ち会うことはできます。開封は患者さんがします。それを見る場所にいるのは可能です。そして、異物があった場合、危険なものがあった場合は、患者さんの了解の上でそれを取り出すことはできます。続いて、開放処遇。開放処遇とは、日中の病院の出入りです。これは症状によっては医師の判断で制限できます。制限できるもの、できないもの、一気にお話しました。ややこしかったですね。国家試験に問われた制限できないものをまとめました。まず一つ目、面会です。患者さんの不利益にならない人の面会。二つ目、手紙の発信とか受け渡し。三つ目、法務関係とか人権に関わる行政関係者の電話、面会です。って言ってもですね、基本は制限できないって考えておいてください。ということで、制限できるものだけ覚えればいいんです。主に今から言うものです。一つ目、手紙の開封の立ち会い。そして、立ち会いができるということは、そこに異物が入っていたら、それを預かることもできます。二つ目、開放処遇。言うたら、日中の病院の出入りですね。これは症状によっては制限できます。残りは身体拘束とか隔離です。その中でも特に重要なのが手紙の開封の立ち会い、そして開放処遇、この2つは制限できる時もあります。これを覚えておきましょう。ここで問題です。通常の医師ができないものはどれでしょうか。答えは身体拘束と12時間以上の隔離です。この2つは精神保健指定でないとできません。逆に精神保健指定は身体拘束と12時間以上の隔離ができます。ちなみに開放処遇は書籍によっては病院の管理者でないとできないというふうに書かれている場合もあるんですけども、法律を見た時の原文では医師の判断でもできます。迷った時は実際の法律を見てください。精神保健福祉法の告知ポイント3つ目、精神保健福祉センターについてお話します。精神保健福祉センターはなんと精神保健福祉に関するセンターです。そのままです。そんな実施主体は都道府県ですね。基本的に精神に関する実施主体は都道府県やと思っておいてください。どんなことをしているかというと、これは110回国家試験に出てきました。精神保健福祉相談員が相談を乗ります。ですがこれは非常に複雑で専門的な知識を要する場合だけこの事例が当てはまります。基本的に精神関係の相談は市町村とかでやっています。
そして要注意なのは精神保健福祉相談員、これは精神科医の経験がないとなれないんですね。精神保健福祉士とは別物なので要注意です。そんな精神保健福祉センターの主な仕事、他には精神障害の等級の判定を行います。そしてこの精神保健福祉センターでは精神障害者保健福祉手帳の判断を行っています。ですがその判断をもとに精神障害者保健福祉手帳の発行を行うのは都道府県知事です。都道府県知事が手帳の発行を行います。そして精神保健福祉センターがもう一つやってることがあります。それは精神通院医療の審査も行っています。それをもとに実施主体の都道府県知事が精神通院医療を実際に許可するわけです。ちょっとややこしいですね。復習しておきましょう。それぞれの法律何やったでしょうか。まず精神障害者保健福祉手帳の法律は精神保健福祉法です。それに対して精神通院医療の法律は障害者総合支援法です。詳しくは障害者総合支援法の動画をご覧ください。そしてもう一つ、ここ大事です。精神医療審査会っていうのが精神保健福祉センターにあります。これは何をするかなんですが、入院中の精神科の患者さんは退院を請求することがあるんです。しかし病院に反対されました、納得いかない、そうなった時に請求をする相手がこの精神医療審査会です。そして精神医療審査会はその判断を行います。でもどうやってそこに伝えるか、これは精神科病棟には公衆電話が設置されています。その公衆電話を使って精神医療審査会に電話できます。そのために精神科病棟の公衆電話には精神医療審査会の電話番号を書いておかないといけないんです。ということでここからは国家試験問題です。医療保護入院で正しいのはどれか。答えは患者の家族等の同意で入院させることができるでした。特に期間制限とかありません。そして3番4番は措置入院の説明です。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定された入院形態で、精神保健指定2名以上により精神障害者であり、かつ医療及び保護のために入院させなければ、その精神障害のために自身を傷つけまたは他人に害を及ぼす恐れがあると診察の結果が一致した場合に適用されるのはどれか。長ったらしく書いてますけども、結局は措置入院の説明をしています。ということで答えは措置入院です。ポイントは精神保健指定2名以上、そして自傷他害の恐れがあるですね。国家試験の常套手段です。あえて長い文章にする。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく入院形態でないのはどれか。答えは勧告入院です。勧告入院っていうのは感染症法でこの入院があるんですね。今回はやっていませんね。精神障害者保健福祉手帳について正しいのはどれか。2つ。これは復習問題です。答えは交付を受けた者は住民税の控除が受けられます。そしてそれを規定している法律は精神保健福祉法ですね。正式名は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律です。現在の日本の精神医療で正しいのはどれか。これも復習問題も兼ねています。まず答えは人口あたりの精神病床数は OECD 加盟国の中で最も多いでした。そして精神保健福祉センターは各都道府県に設置されています。精神関係は基本的に都道府県が主体です。
そして精神障害者保険福祉手帳は税金などを安くしてくれます。通院医療を安くしてくれるのは障害者総合支援法の精神通院医療です。現在の日本の精神医療について正しいのはどれか。答えは3番。各都道府県及び政令指定都市に精神保健福祉センターが設置されているでした。政令指定都市とか特別区とかはですね、基本的に都道府県と同格の扱いやと思っておいてください。社会福祉に関係する職種とその業務についての組み合わせで正しいのはどれか。答えは介護支援専門医ケアマネージャーですね。ケアマネージャーは居宅サービス計画の作成ができます。これは介護保険の復習です。そして1番、精神障害者保険福祉手帳の発行は都道府県知事です。ちなみに発行していいかどうかの判断するのは精神保健福祉センターです。都道府県知事の任命を受けて精神保健福祉センターで精神障害者や家族の相談を行うのはどれか。答えは精神保健福祉相談員です。これは精神科医の経験がないとなれません。精神保健福祉とは別物なので要注意です。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律により、病院の管理者が精神科病院に入院中の者に対して制限できるのはどれか。2つ。答えは任意入院患者の解放処遇と心証の中の異物の受け渡しです。この2つだけは制限できます。精神科病院に入院中の患者の法的処遇について正しいのはどれか。答えは患者は退院を請求できるでした。そして看護師は面会を制限できません。面会を制限できるときは医師が判断して患者さんの不利益になるような人だけを制限できます。精神科病棟に入院中の患者に制限してはならない連絡先はどれか。答えは法務局です。そしてもう一つは人権関係の行政関係者です。自殺企図のため患者本人の同意は得られないが、家族等の同意を得て入院した場合の入院形態はどれか。答えは医療保護入院です。家族の同意を得られているので医療保護入院です。精神科病棟における身体拘束時の看護で正しいのはどれか。答えは拘束の理由を説明すること、そして早期の解除を目指すための看護計画を立てることです。ちなみに放出するのは1時間に4回以上です。かなり頻回です。精神科病院の閉鎖病棟に入院中の患者宛に厚みのある封筒が届いた。差出人は記載されていなかった。当日の看護師の対応で適切なのはどれか。答えは患者による開封に立ち会う、これはできます。そしてその異物を患者の許可を得て預かることもできます。精神科病院で行動制限を受ける患者への対応で正しいのはどれか。2つ。答えは行動制限の理由を患者に説明します。そして原則として2名以上のスタッフで対応します。精神保健指定医の診察は最低でも毎日です。
身体拘束はより頻回に診察が必要です。ちなみに12時間を超えない隔離は医師の判断でできます。看護師は行動の制限は基本できないと思っておいてください。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定められている隔離について正しいのはどれか。答えは開始した日時とその理由を診療録に記載するでした。そして隔離室は基本的に1人までです。また隔離をする場合は隔離するときにその理由を説明する、これが大事です。行動制限最小化委員会というのはですね、隔離をとか行動の制限を最小限にするための判断を行います。開始をするための判断をするわけではありませんので要注意です。精神保健医療福祉に関する法律について正しいのはどれか。2つ、答えは自殺対策基本法に基づき自殺総合対策大綱が策定されている。犯罪被害者等基本法は犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目標としているでした。そして今回メインではなかったんですけども、4番が今回の動画のちょっと関係しています。精神通院医療、これは復習でやりましたね。これを規定しているのは障害者総合支援法です。医療保護入院で正しいのはどれか。答えは患者の家族等の同意で入院させることができるでした。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律が規定している行動制限で看護師の判断で行うことができるのはどれか。答えはケア時隔離の一時的中断ですね。それ以外は医師とか精神保健指定の判断でないとできません。むしろ看護師ができるのは本当に限られています。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の目的はどれが。答えは精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図るでした。精神保健指定を指定するのはどれか。答えは厚生労働大臣です。ちなみに前回の動画で難病の指定をお話ししました。その難病の指定は都道府県が指定します。要注意です。ここややこしいです。精神保健指定は厚生労働大臣です。2人以上の精神保健指定による診察結果の一致が要件となる入院形態はどれか。答えは措置入院です。措置入院について誤っているのはどれか。2つ、誤っているのは1人の精神保健指定ではなくて2人の精神保健指定ですね。そしてこれは医療保険のもちろん対象となります。なので全額自己負担というのはありえません。法律と交付される手帳の組み合わせで正しいのはどれか。答えは精神保健福祉法が精神障害者保健福祉手帳になっています。公費医療と法の組み合わせで正しいのはどれか。まず答えは2番、結核児童の療養給付は児童福祉法です。そして3番、これ要注意のパターンです。麻薬中毒者の措置入院は麻薬及び向精神薬取締法なんです。普通の措置入院であれば精神保健福祉法です。非常に要注意です。
精神保健福祉センターの役割はどれか。答えは、市町村への精神保健業務の技術指導です。精神科病院に医療保護入院をしている患者から退院請求があった。入院継続の適否について判定するのはどれか。答えは、精神医療審査会です。そして4番、こうやってね、聞き慣れない言葉を出してくるのが国家試験の手口です。こうやって受験生を惑わせるんです。知ってるものを集中すればいいんです。精神障害者保健福祉手帳で正しいのはどれか。これは復習問題です。答えは、取得すると住民税の控除対象となります。知的障害は療育手帳ですね。精神通院医療について正しいのはどれか。これも復習です。答えは、転換は対象疾患の一つです。そして精神通院医療を規定しているのは障害者総合支援法です。実施主体は都道府県です。要注意です。精神医療審査会で審査を行うのはどれか。答えは、入院患者からの退院請求です。ここからは状況設定問題です。32歳の男性、4月に係長になったが、部下との関係がうまくいかない。やる気はあるのだが、会社に出ると仕事が手につかず落ち着かなくなる。会社のことを考えると出勤できなくなる日もある。なんとかしたいと訴えて受診した。適応障害と診断され、1ヶ月通院し、精神療法と薬物療法等を受けたが、状態は改善しなかった。主治医の入院治療の提案に応じ、精神科解放病棟に入院した。精神保険及び精神障害者福祉に関する法律上の入院形態はどれか。まずヒントです。ヒントはこちらです。それでは答えの発表です。答えは、本人が同意しているので任意入院です。 A さん、25歳男性は未婚で両親と3人で暮らしている。大学卒業後に就職し、仕事も順調であった。4ヶ月前、仕事のミスがあったことをきっかけに気分が落ち込み、食欲のない状態が1ヶ月ほど続いたが、通勤はなんとか続けてきた。 A さんは2ヶ月前から不眠を訴えるようになり、先月からは高額なマンションや車の購入契約をしたり、貯金の全額を宝くじの購入に費やしてしまうなどの行為が見られるようになった。A さんを心配した両親に付き添われて精神科病院を受診した。 A さんは診察室では多弁であった。また些細なことで怒り出し、自分は病気ではないと治療を受けることを拒否した。 A さんは躁うつ病と診断され、両親の同意がありそのまま入院した。 A さんの入院形態はどれか。まずはヒントです。ヒントはこちらの赤字の部分です。それでは答えの発表です。答えは、医療保護入院です。これは本人は同意してなくて家族の同意があります。なので医療保護入院です。19歳の男性、大学生、両親と兄の4人家族。1ヶ月前から自室で独房しながら片足跳びをしている。母親に注意されると、これをやめたら人生ゲームに乗り遅れる、やめたらお前の負けだという声が聞こえてくると言い、夜間も頻繁に行っていた。母親が早く寝るように言うと殴りかかろうとしたこともあった。次第に食事や睡眠が取れなくなり、父親と兄に伴われ精神科病院を受診した。父親と精神保健指定医とに説得され、入院の勧めに応じた。入院形態はどれか。まずはヒントです。ヒントはこちらです。それでは答えの発表です。答えは、入院の勧めに本人が応じてますね。任意入院です。52歳の男性、会社員、
9年前にアルコール依存症のために入院し、3ヶ月のアルコール依存症リハビリテーションプログラムを受け退院した。退院後は自助グループに参加しながら順調に断酒を続けていたが、最近の半年間は参加していなかった。5日前から連続飲酒を始め、やめることができずに家族に付き添われて精神科病院を受診した。患者は医師の説得に応じて2度目の入院をした。入院形態はどれか。まずはヒントです。ヒントはこちらの赤字の部分です。それでは答えの発表です。答えは任意入院です。最後です。 A さん、35歳男性は一人暮らし、両親は他県に住んでいる。30歳の時に双極性障害と診断され、これまでに4回の入退院を繰り返している。給料をインターネットゲームの利用料金でたびたび使い果たし、それが原因で両親と何度も口論になったことがある。仕事でも同僚とトラブルを起こすたびに転職を繰り返しており、今回も同僚と口論になり自ら退職した。 A さんは前の職場の同僚に嫌がらせをしてやると母親に電話をかけ、心配した両親が一緒に精神科病院を受診した。診察室では多弁で大きな声を出し、椅子を蹴るなどの行為が見られた。医師の診察の結果、入院して治療することになった。入院時、 A さんの BMI は 29.5。 この数日は食事をとっていなかった。入院後も興奮状態が収まらず、壁に頭を打ちつけ始めたため、医師から抗精神病薬の点滴静脈内注射と身体的拘束の指示が出た。身体的拘束中の A さんの看護で正しいのはどれか。2つ。まずはヒントです。ヒントはこちらの赤字の部分です。それでは答えの発表です。答えは肺血栓塞栓症を予防する、そして頻回に様子を見に来ることを伝えるでした。水分摂取は身体拘束中も必要です。そして身体的拘束の原因となった行為を一緒に振り返るのはちょっとまだ興奮しているので難しいです。ただし身体拘束をすること自体は伝えないといけません。ということで本日の動画は以上となります。動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、友達や後輩の紹介お願いします。 Twitter、Instagram で毎日国試問題を出題してます。概要欄からフォローの方お願いします。国家試験残り2週間切りました。でもやることは変わりません。過去問をやることです。その中でもみんなが解ける問題を正解できるように、正答率の高い問題は特に力を入れてやっていきましょう。それでは今日も見ていただきありがとうございます。国家試験勉強頑張ってください。